1978年の西横っ駅と周囲約500メートル範囲、右が門別方面、相対式ホームに面に線駅舎横に貨物ホームと引き込み線、駅裏に副本線を持つ。副本線からは、門別側にある木工所の敷地前へ引き込み線が伸びていた。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、 作成西尾コッペ駅は北海道門別郡西尾コッペ村座西尾コッペにかつて設置されていた北海道旅客鉄道名寄本線の駅である。名寄本線の廃止に伴い1989年5月1日に廃駅となった。1986年まで運行されていた急行門別の停車駅であった。廃止時点で一面一線の端式ホームを有する。 地上駅であった。ホームは線路の南側に存在した。その他1983年時点では、名寄方から分岐し、駅舎西側のホーム切り欠き部分の貨物ホームへの貨物測定を一線有していた。かつては単式ホーム、島式ホーム複合型の計2面3線を有する列車交換可能な交換駅であった。1983年時点では、 使われなくなった島式ホーム側の線路は、交換設備運用廃止後も旧本線、副本線ともに側線として残っていた。点鉄機は、縁がある方、名寄方の両方向とも維持されていた。また、副本線の縁がある方から分岐した行き止まりの側線を一線有していた。無人駅となっていたが、有人駅時代の駅舎が残っていた。駅舎は、校内の南側に位置し、 ウム中央部分に接していた。当駅が所在した地名より、地名は、おこっぺの西に位置するため、西を冠した。旧駅名の瀬戸牛は、アイヌ語の、節津市内いに由来する。ナヨロ線が延伸した頃、この地域は、おこっぺ村に属し、七江と呼ばれていた。このためあたり駅名も当初は、七十とする話があったが、すでに、函館本線に、 七湯駅があったため混乱するとの理由で、地域内の局所的な地名であった、瀬戸牛を採用して、駅名とした。このため地域名も七重から、瀬戸牛となった。1925年1月に、この瀬戸牛を中心地として、おこっぺ村から分村した際に村名を、西おこっぺ村としたが、当駅周辺のあざ名は、瀬戸牛のままであったため、駅名との乖離はなかった。 ところが1945年頃にあざナも西コッペとなったため問題となり、幾度か解明運動を行ったが、実を結んだのは16年後の1961年であった。西コッペ駅跡からなろか方に残っている瀬戸内川橋梁2000年時点では、駅跡地に村が経営するリゾートホテルが建設され、線路跡地に沿って行政施設が並んでいた。 2010年時点では複合施設として美術館などもあり、2011年時点では診療所や保育所などもあった。駅舎が建っていた場所は道路化されている。また、2000年時点では駅跡の名寄方に、こっぺ川支流の瀬戸牛側にかかっていた、瀬戸牛川橋梁の鉄骨ガーダー橋が残存していた。2010年時点、2011年時点も同様で、 国道横に確認でき、レールは撤去されたが、金網や枕木は残存していた。縁がる方には、おこっぺ川の支流にかかっていた橋梁の橋台が2000年時点、および2010年時点にはいくつか残存していた。2011年時点では、橋梁の存在は確認できなかった。ありがとうございます。